おざっす。今日はですね、ホームセンターで買ってきたニレケヤキに2度目の取り木をかけていこうっていうのをやってみようかなと思います。2度目ってどういうことっていう話なんですけど、まあ、今日取り木かけていくのはこいつですと。こいつに取り木かけていくんですけど、これね、すでに1回取り木で上の部分取ってるんですね。もともと上にあったちょっと取り木で取ったらかっこよさそうだな、かっこよくなりそうだなっていう部分を取り木で取って、今こんな感じになっております。取り木で取ったやつ、後でねもう一回お見せするんですけど、一回取り木でこれ外したんですね。外してこのミニ盆栽、ミニニレケヤキの盆栽を作って、さらに足元残った部分、これ捨てようかなと思ってその辺にポンって置いてたんですよ。ポンって置いてたらそのままなんか芽が出てき始めて、で傷も肉巻きし始めて、あれこれもう一回いけんじゃねって思って、もう一個下で作れるんじゃないかって思って、でちょっとね土掘ってみたらめちゃくちゃ長い銅が出てきたんですよ。銅のボディの部分がちょっとこれだと腰が高いなっていうことで、これもう一回取り木かけたらもう一個ミニの盆栽ミニのニレケヤキ作れるんじゃないかっていうことで、2回目の取り木をかけようっていう話でございます。じゃあ早速2度目の取り木やっていきましょう。じゃあ早速アングル変えてやっていきましょう。今日いじっていくのはこちらでございます。こちらのニレケヤキだん、これに取り木をかけていこうっていう3段なんですけれども、ここ、上ね切り落とした傷があって、その切り落とした傷の上から取ったやつがこれですと。これね繰り返しになっちゃうんですけれども、これが欲しくて買ったんですね。ホームセンターでいくらぐらいだったかな、2000円もしないぐらいだったと思うんですけど、2000円しないぐらいの素材からこのニレケヤキが取れました。こんなボディですよ、すごくね。こんな枝もね、やっぱニレケヤキだから枝も詰まりやすいんで、こっからねどん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 枝込ませていってこれを極めていくっていう感じなんですけれども、すごいですよね。もうこれだけ盆栽園で売ってたら結構な値段すると思うんですけど、ホームセンターの素材でねこれゲットして、でこっちはね捨てようかなって思って放置してたら芽が動き始めて、で今年はねもうギュン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 徒長させて、もうこんな感じです。こんなぬーっと徒長させまくって、そしたらね傷もどんどん巻いてきて、ちょっと傷覗いてみたいけどね、カットバスター今めちゃくちゃ固まってて取れないんですよね。おそらく傷もそのうち巻いてくるでしょう。で、まあ、正面この辺がいいかなと思ってちょっとね猫の方ガリ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 って掘ってたらめちゃくちゃ長い銅が出てきましたと。これじゃちょっとね腰高感が半端ないんで、ちょっと取り木かけてね樹高下げていければなと思います。この辺でこの辺で取り木かければいいんじゃない？ね。こうかな。で、いいと思うんですけど。じゃあ、今日はこれ取り木かけていくんですけど、まあ見ての通り、めちゃくちゃ凍ってます。そしてずっと放置してたから、この、汚いんですよね。この汚れがだいぶ溜まってるんですけど、葉っぱ、枯葉とかが。これ掃除しようにもね、固まってて、掃除できない。葉っぱも、固まってくっついてるんですよ。わかります？この固まってる感じ。溶けた時に掃除しとけばよかったなーって思いつつも、これちょっと手の届かない位置にねいつも置いてるんで、なかなか手を伸ばしづらいっていうか、はい、掃除できない言い訳をしときましたと。でこいつ取り木かけていきます。ニレケヤキはねめちゃくちゃカルスが出てくる。一回ねこれやった時も失敗したんですよ。この感情剥皮してオキシベロン塗って普通にポット巻いて根っこ出てくるの待ってたんですけど、なんて言うんだろう、カルスだけブワー出てきて根っこはちょろっとしか出てこないみたいな感じになってたんで、これ多分ねオキシベロンとかいらないと思います。この発酵促進剤なしでいこうかなと思っています。発酵促進剤なしでもおそらく大丈夫。めちゃくちゃ生命力強いっぽいんで、こいつはねなんとかなると思う。てか凍ってるけど感情白皮できんのかな、ちょっと一回やってみます。
うん、中までねだいぶ凍っちゃってますね。凍ってるけど、まあ、できなくはない。こんな感じで一応削れることは削れるんで、この調子でまずは環状剥皮からだーっとやっていこうかなと思います。早速ね作業開始でございます。まずはナイフで環状剥皮ガリガリとやっていきます。硬いけどね、気合い入れて早送りでいきましょう。はい、環状剥皮やっときました。失礼、ちょっと揺れちゃった。こんな感じね、こんな感じで環状剥皮入れときました。3月にね環状剥皮、あ3月じゃない2月か、今2月半ばくらいか、この時期に環状剥皮して取り引かけた時ってだいたい6月くらいに外すことを試みるんですけど、なんかね半分ぐらい失敗するんですよね1回で。6月ぐらいに、なんて言うんだろう、もう一回削り直して、で、巻き直して、あ、半分じゃないな、半分はさすがに言い過ぎか。もっと成功率は高いですね。3月にかけて6月に外すときには、まあ、7割ぐらい成功するのかな。で、3割ぐらい失敗するんですけど、で、3割ぐらい失敗したやつでも、この6月にもう一回環状剥皮し直して、で、9月に、覗いたらすぐ取れるっていう感じですね。9月にめちゃくちゃ立派な発泡粘りで取れるっていうパターンが多い。だからまあ6月はね一回失敗してもいいやぐらいの感じでね、それぐらいのテンションでいることをおすすめします。9月になればね、これも綺麗な発泡粘りで取れましたからね、マジで取り木結構やってるんですけど成功率は高いですね。トータル成功率っていうんで、環状剥皮こんな感じで終わったんで、あとはクロポット巻いて、ルートンとかオキシベロンとかそういう発根促進剤は今回は使わずにいってみようかなと思います。よっ、どうだろうね。発根促進剤ね。難しいな。葉っぱが動き始めてから塗るとかもいいかもしれないですね。一回外して塗るとか。どうなんだろうね。発根促進剤を塗るタイミングとかもね、研究の余地ありって感じですね。この、なんて言うんだろうな。カルスがね、巻きやすいんですよ。ああ、出てきやすいんですよ。この二歴焼き。で、カラスブワーってなって、上と下繋がっちゃったりとか、カラスブワーってなって、その、粘りが崩れちゃうっていうのかな。そんなにカラスいらねえよ、みたいな。すぐ根っこ出てきてほしいんですよね。このカラスでモコ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 って、このなんかドーナツ状のモコモコができて、その先から根っこ出てきても、なんか嫌じゃないですか。そこじゃないんだよなーっていう感じ。だからできればね、カルスモコモコする前にカルスモコモコなしで根っこ出てきてほしいんですけどね。それをニラキヤケでやろうとするとどういう方法が一番適してるのかっていうのはまだ分かっていません。だから今回はとりあえず、発根促進剤なしでやってみようかなと思います。まあどうなるかわかんないですけどね。で、黒ポット巻いて土入れて終了という感じで。これ枝邪魔だな。じゃあ黒ポット巻きます。はい、黒ポット巻けました。こんな感じですね。はい、はい、はい。
よしよしよし。じゃあこれに土入れていきます。はい、土入れて水まで撒いてきました。こんな感じ。はいはいはい。こんな感じね。はい。ここ枝飛び出してる。うわ。風強いな今日も。はい、こんな感じで一旦環状剥皮プラス黒ポット巻き取り木の、作業が完了しました。はい、よし、これできるかな。2月でちょっと早いかもしれないっていうのもあるんで、本当に成功するかどうかっていうのは分かんないんですけれども、まあそれも実験ですよね。面白い実験の一つかなと思います。じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。こんな感じね。はい、枝は落とさずそのままいきます。はい、終了。はい、終了でございます。さあ、ということで二礼欅の取り木環状剥皮作業が完了しました。じゃじゃんと。見えないねこの状態だと全く見えない。こんな感じね、じゃーんと。はい、これが今2月なんで、3月くらいから芽が動き始めると思うから、まあ、そこから1、2ヶ月ぐらいなので、4月、5月、5月ぐらいに1回外してみようかなと思います。二礼欅ね、思ったより取り木簡単っすね。で、なんか噂によると、まあ、ツイッターでね、ボンボン祭神さんっていう方が、教えてくれたんですけども、気楽会のとある方が、二礼欅の枝を、もう、ぶつぶつ切って、この、ゴロンゴロンした状態の、この、ちっちゃいやつですよ。ゴロゴロした枝を、もう、挿し木して、そこから芽が出てくる様子をね、教えて、写真で教えて、挿し木してる様子を写真で見せてくれたんですけど、それぐらい、なんて言うんだろう、適当なところで切って、適当じゃないとは思うんですけど、その方は多分狙って切ってるとは思うんですけれども、まあ、なんて言うんだろう、枝をぶつ切りにして挿し木してもつく可能性があるっていうぐらい、生命力が強い樹種なので、感情剥皮して取り引っ掛けて増やすぐらいだったら、もう本当に簡単にできるのかなと思います。このぶつ切りで挿し木してつくぐらいだから、取り引きなんて多分余裕なんですよ。なので二礼欅ね、結構面白いんで、皆さんもぜひ、ホームセンターで見かけたら取り引きポイントこうチェックしてる、いいところあったら取り引きするとか、なんならこのぶつ切りにして挿し木するとか挑戦してみたらいかがでしょうか。僕もね、本当はこれ取り木せずに一回バーンと切ってそれ挿し木してみようかなとかちょっと思ったんですけど、ちょっとひよっちゃってビビってそれはやんなかったんですけどね。今回は取り木かけちゃったんですけど、もしかしたらワンチャン今回の土台から吹いてくるんじゃないかっていう期待とかもしてるんですけど、まあそれはね、淡い期待で、一応捨てずに取っとこうかなと思うんですけど、あんまり期待をせずにね、待っておきたいなと思います。今回取り木してめちゃくちゃ薄い土台が残るんで、そこから芽吹いたらマジすごいですね。二礼欅ちょっと好きになるかもしれないですそんな感じで、じゃあ本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも防災楽しんでください。バイバイ。